Possible。 こんにちは、ポッシブル可能性の会の太田です。今回は家族葬の聖火祭壇で、春なので桜色バージョンをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。間口は1軒180センチで作っていきます。最初に菊でアウトラインを作っていきます。モニターの下がしっかり隠れるようなラインを作っていきます。トップを決めて目印になるようにモニターの右端と左端にもポイントを打っておきます。左右対称なのでポイントを打った方が正確に作れると思います。菊のトップとポイントをつなげていきます。アウトラインは菊を真上にした面を使って作っていきます。今回使っている菊は少しつぼみの菊なんですけども、開いた菊を使った方が作りやすいです。つぼみの菊を使う時の注意点は、菊と菊の間を開けすぎないということです。開けすぎると一本線に見えなくなってしまいます。その会社によって違うと思うんですけども、僕が今いるところでは綺麗に咲いた開いた菊はスタンドの方に優先に使うようにしています。なので聖火祭壇の方には比較的つぼみの菊を使うことが多いです。アウトラインを作ったら下がってみて必ず微調整をしていきましょう。2列目の菊のラインに入ります。2列目も1列目の菊と同じ高さになるように刺していきます。1列目の菊と菊の間に入れて綺麗に一本線になるように刺していきましょう。2列目を入れても若干隙間が空いているところもあるんですけども、今回は菊の在庫が多かったので3列目も同じ高さで菊で入れていきます。そうすることによって一本線に見えてきます。その時在庫が多くある花を上手に使うことが大事になってきます。レシピ通り作ることももちろん大事なんですけども、その時の在庫をうまく使って作ることもとても大事になってきます。そのためにはデザインの趣旨をよく理解する必要があります。このデザインは山の頂上部分は白く埋まればいいので、大輪の菊を使ってもスプレー菊を使っても白く埋まれば大丈夫です。例えば大輪の菊がないときは1列目からスプレー菊で作ることもあります。そういった状況でもデザインの趣旨をしっかり理解していればクオリティを下げることなく作っていけると思います。見ていてわかると思うんですけども、3列目を入れることでしっかりと一本線に見えてきています。僕は聖火祭壇を作る才能自体はないと思うんですけども、どういった状況でもクオリティを下げないで祭壇を作る能力はある方だと思っています。3列目まで菊を入れ終わりました。4列目からはスプレー菊の白を使っていきます。スプレー菊の白は3列菊が入っているのでいつもよりも少し低めに刺していきます。スプレー菊を使うときにどこを見ていいかわからない人もいると思うんですけども、一番咲いている輪を見ながら刺すといいと思います。スプレー菊の使い方もいろいろな使い方があると思うんですけども、スプレー菊をアウトラインに使うときは開いている輪を上に向けて刺すといいと思います。またスペースを埋めるときにスプレー菊を使うときは比較的前に傾けて白の面が広く見えるように刺していった方が本数を節約できると思います。次にピンクのスプレー菊を入れていきます。4列目に入れたスプレー菊の間に入れてあげましょう。このデザインは白とピンクが織り交ぜて作られているデザインなので、急にピンクにならないように白とピンクが織り交ぜて見えるように刺していきましょう。ピンクのスプレー菊である程度スペースを埋めていきます。今回使う花材の中ではこのピンクのスプレー菊が一番濃いピンクになります。入れすぎには注意してバランスを考えながら刺していきましょう。スプレー菊を刺していく時の注意なんですけども、暖かくなってくるとスプレー菊の葉っぱが蒸れて悪くなってしまうことがよくあります。
しっかりと注意して処理しながら作っていきましょう。次に白のアルストロメリアを入れていきます。こちらはピンクのスプレー菊の間に入れてあげるといいと思います。白ピンク白ピンクと交互に入っていくように見えるのがいいと思います。アルストロメリアは綺麗に見える面があるので、くるくる回しながら綺麗に見える面を探して刺していきましょう。次にピンクのスプレー菊を入れていきます。前にも言いましたが、スプレー菊やアルストロメリアなどのフィラフラワーである程度スペースを埋めて、そこでできたスペースにマスフラワー、カーネーションなどを入れていくといいと思います。今回の聖花祭壇のテーマは桜色なので、ピンクと白のバランスを考えながら入れていきましょう。次に効率をよく作業するために、白のカーネーションを上の部分にできたスペースに入れていきます。一番下までフィラフラワーを埋めてしまうと、後から奥の方の高い部分のマスフラワーを入れるときに大変なので、手順よく今のうちに入れておきましょう。作っている人の中には、祭壇を作るスピードが上がらないと困っている人がいると思います。もちろん早く動くことも大事なんですけども、それには限界があります。一番大事なのは迷わないで刺すことが大事だと思います。迷わないで刺すためには、完成がしっかりイメージできていることが大事です。そのためには写真を見ながら作ったり、花材を選んでいるときにどこに使うのかを想定しながら選ぶといいと思います。次にピンクのカーネーションを入れていきます。同じピンクなんですけども、ミックスのカーネーションを使っています。次に小さく空いているスペースに白のトルコキキョウを入れていきます。トルコキキョウはリンとリンの段差が比較的ある花なので、小分けにして使うといいと思います。白とピンクがバランスよく入るように気をつけながら刺していきましょう。近くだとわからないこともあるので、後ろに下がって見ながら微調整をしていくといいと思います。トルコキキョウを小分けにしながら作ると手間がかかるので、時間がかかってしまうんですけども、この時は在庫が多くあったので頑張って使っています。中には花を指定して作っている人もいると思うんですけども、花を指定してしまうと仕入れの段階で高いことが結構あります。仕入れは安いから悪い花、高いから良い花とは一概に言えないものです。漁業の業界とも似てるんですけども、旬の花は多く流通するので安く手に入ることが多いと思います。どういった在庫でも臨機応変に使いこなす能力が大事になってくると思います。次に小さなスペースにピンクのスターチスを入れていきます。スターチスは小分けにすると花自体は細長いんですけども、しっかりと面を揃えて刺していくことが大事です。最後に大きく空いているスペースや色のバランスを見ながら調整をしていきます。色のバランスを調整するのにはマスフラワーを使うと作りやすいです。このデザインは色合いのバランスがとても大事になってきます。何度も後ろに下がって色のバランスを確認しましょう。僕はいつもそうなんですけども、意外とここまでは早く作るんですけども、最終調整のところに時間をかけるようにしています。最終的なバランスを取ることが見た目にもとても大きく影響すると思います。そのためにも作業効率を上げながら仕事をすることが大事です。次にポイントでガーベラを入れていきます。同じピンクでもピンクのトーンを変えるだけで色に奥行きが出てきます。ただ色の種類が増えるとバランスを取るのが難しくなってきます。最後に仕上げに入ります。
ご質問やご意見のある方はお気軽にコメント欄に入れてください。次回の動画は今までの応用編で4件の間口を作っていきたいと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。